最近体調が良くなったザンゲちゃん、挨拶お願いします。はい、ザンゲちゃんです。今日はおばさんとヒイラギさんと荒野行動やっていこうと思います。よろしくお願いします。ただでさえゲーム下手くそなザンゲちゃんと一緒にスマホ版っすよ今日。いや大丈夫っす、ザンゲ元気になってるんで。あーなるほど、ね、なんか元気になれるお薬っていうのをなんか歌舞伎町で買ったらしいんですよ。本当に捏造なんだけど。普通に元気ですね最近。そうなんかね、声が元気なんですよ久しぶりにまた復活した、ね、うん、そうなんですよ。復活した時の懺悔はちょっとなんかまだあれじゃねみたいなコメントでちらほらついてて、うん、あそうなんだ、そう黙らっしゃいって思ってたんだけど。最近ねすごい安定してるんですよ。薬も飲んでないですし、あの過剰摂取しないですし。あはい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 、用量守ってる、守ってる、どっちで。普通にイブクイックとかしか飲んでない。今日はなんか多分ザンゲちゃんがトーク回ししてくれるんで。いやそうですね、元気ですからね。プレイに集中していいと。いや病み上がりですよ、病み上がり。いやもう、うん、元気っすよ。いや本当だよね。じゃあなんか今日のご飯とか何食べる。なんだそのあの底辺 YouTuber みたいな。底辺もこんなことは喋らないな。底辺ニコ生主みたいなあれかな。だって何の話しようね。じゃあはい、配信に今から帰るねっていうやり取りが映るっていうのはどう思われますか、プロとして。あの私は黙秘です。黙秘。いやお前だってお前 OBS いじってそういうのわざと表示するタイプ側の人間だろ。いやそうだよな、側の人間としてなんか言うことあんだろうがよ。私側の人間だと思われてる。側の人間だよ、ふざけんなよお前。いやいやだって私ほらね、なんやかんやで言ったじゃないですか、私前彼氏がいましたよっていう話する前何にも発覚しませんでしたよ。あーまあ確かに、あー確かに。いやもう逆に匂わせてくれ頼むから。なんで、あ、懺悔多分彼氏いるんだな、振り回されてるんだなってなった方が俺たちとしては気が楽。うん、あーとか周りがそれを把握してた方がってことか。え、そう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 、 VTuber 見習って匂わせてけ。本当だよマジで、頼む頼むガチで。本当だよ。なんか私の恋愛ばっかなんかとやかく言われますけど、じゃあお二人はどうなんですかって。いや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 、じゃあ迷惑かけたか。ん、迷惑かけてないよな俺らな。迷惑かけてないよな。はい、はい、でもたまになんかなんかなんだ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 、おい言ってみろ言ってみろこの野郎、言ってみろ言ってみろ言ってみろ、言えることが少なかったから。なんか隠し事あるみたいになるじゃねえかよ。ほんとだよ、ふざけんなよ。じゃあ全部言っちゃうぞ私。俺らは墓場まで持ってっからおめえと違って迷惑かけねえんだよ。この野郎この野郎。いや私だって墓場まで持っていくつもりで。お前お前別の意味で墓場まで持っていくんだろ。ふざけんじゃねえぞマジで、許さんかんなマジで。でもなんか最近炎上多くないっすか。いや多いっすマジで。家計ポーカーの話見ました。いやあれやばいっすよね。やっぱそうなるっすよね、そういうことしてると、うん、俺とかヒイラギさんとかさ絶対にさやんないじゃん現金の移動は。はい、はい、俺たちって大体さその罰金の移動をやるじゃないですか、うん、はい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 、1万円の現金が A さんから B さんに動いちゃうと犯罪になるから、今からじゃあ例えば買い物に行きます、うん、はいはいはい、じゃあ買い物で絶対に使わなきゃいけない金額を罰ゲームとして掛け合うんですよ俺らは。あーなるほどなるほど、そう、はいはい、現金の移動が人間間で起きないから違法性がないんですよ俺らの場合。あーそれ系はやるけど、なんか A さんが B さんにこれおごるをやっちゃったりとかね、うん、現金とかってやるとねアウトだから。そうなんですよね、やっぱ結局ねどっかで出ちゃうっすよね。ねバレた時がね、うん、バレた時ってやってるみたいになるか。やってねえんだから言うんじゃねえ。本当に本当にやってないですもんね、何もない、うん、どこにの敵。いやーナイスナイスナイス、え、ザンゲが倒したマジ。えやっぱ天才、ザンゲがスネーク倒したぞ。すげえわザンゲちゃん、やるうまくない、うまくないこのゲームガチで。普通に喜んじゃった今。とか言って普通にうまいんだが俺よりうまいよマジで。え、でっちょでっちょでっちょ、どうしちゃったの。
懺悔実は入院してる時ずっと練習してたんですよ。ずっとスマホでやってたのか。いやいや入院中スマホ取り上げられてるって。懺悔さ元気になったんだったら元気になった話してあげなよ。多分みんなそれ期待してんじゃない。だってさ最近病気とか重い話とか幻覚とか地獄みたいな動画ばっかあげとったやん。ああそう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 、ごめん。最近幻覚見えんの？えない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 。幻聴は？幻聴もねないですね。すごくないですか？いやこれすごさは分からんが。よかったね。うん、ほんと、最近ね、元気な話、外に出れるようになりましたね。おお、えらい。めっちゃえらいじゃん。お化粧もできるますね。何？お化粧もできます。おお、えらい。あ、お風呂もね、普通に行くくらいの。汚っ。いや、めっちゃ入ってるだろう。だって、ひどい時、本当に1週間とか入れませんでしたよ。それ考えたら、2日に1回入ってる今、偉すぎて。あれ、みんなは毎日入るんですか？うん、まあ、シャワーはしますね。うん、俺は昨日はあの温泉行ってサウナも2セットしましたね。いいな、サウナ、整えたい。え、一緒にサウナ行きましょうよ。お、いいっすよ。ねえ。いいっすよ。ひろきさん、はい、悪いっすね。どうぞどうぞ。え、マジですか？なんか二人きりでとか一言も言ってないんですけど。いいっすか？俺この間バイアグラまた買ったんですよ。いやーそれは使わなきゃ損。いやもう整っちゃいますねこれ。いやもう絶対勃起する裏技がやばすぎた。これがロウリュだっつってぶっかけるしかないですね。間違いしかないですよ。そでもね、そうさっきあのおばさんとひろきさんと撮影前に話してたんですけど、なんかおばさんがいろいろこう私のことをね世話してくれてこうね。やめろやめろ、お前の世話なんてしてねえよ。良きに計らってくれてるみたいで。良きには計らってる、いつも良きには計らってるが生活の世話はしてないぞ。生活の世話もしてもらいたいくらいなんですけど。無理、甘えるな。甘えるな、俺気づいたんすよ。はい、懺悔ちゃんをお互い一番ウィンウィンで関係値を築くにはどうすればいいのかって気づいたんすよ。ほう、懺悔ってフリーって向いてないと思うんですよ実は、フリーランス。はい、だから懺悔を月収なんか例えば40万円とか、この年齢の女の子で月収40万すごいっていう金額で雇って、はいはい、もうお前脳死で言われた動画全部撮れと、はい、言われた動画は全部撮れ、編集もしなくていいし企画も考えなくていいって、で社員系 YouTuber みたいにして、うん、懺悔に週5で働かせる。いやそれはでも私が働く秘訣かもしれないですね。そう、懺悔は多分好きに働いていいよだと働かなくなるんで、だったらもういつのこともう社員にしてしまった方がみんな幸せなんじゃないかっていう。なるほどね。そうで懺悔が週5で働けば絶対40万円以上の売り上げは作れると思うんですよ、ちゃんとしたプロデューサーがいれば。はい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 。でちゃんと事務所とかを借りて懺悔に出勤させて、はい今からお前8時間ここで動画撮影っつって。いやでもね、それがね一番実はね懺悔が最大限のパフォーマンス出せて、かつ意外といいんじゃねえかなっていうね。あ、正面。それは結構ありますね。ね、でしょ。やっぱ私のこと分かってる。そうなんだよ、俺どうやってお前を使って金稼ぐかだけは得意だからよ。いやいや、そんなこと言ってね、私があのどうにか生きていく方法を模索してくれてるんですよね、優しいな。違う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 、それだってそれはもうなんか結婚宣言じゃないですか。なんだろう、やめろ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 、おめでとう。やめろやめろやめろ。あ、いるわ敵。うわ、びっくりした。いたやったいたやった。あっ、ヘルプしてください。いってて、ごめん、おばさん鈴木ひろ、あぶれ、ナイス。あ、車来てるな、後ろ。ひらきさん蘇生します。あ、俺多分一瞬で死ぬんでダメ、蘇生間に合わないと思う。懺悔、懺悔蘇生頼むぞ、懺悔。いろいろパスタ、オッケー、ナイス。待って、これ懺悔蘇生してもダウンで無理じゃね。確かに、これじゃ無理かも。いや頑張って、おパスタ全部を隠す。最後は結局やっぱおパスタになるんだよな。あ、いた上。うわ、あ、ほんとだ。いやー怖ーい。いやでもあいつ一人っぽくないか。パンチ来てる。バケツが。右側行こう。右側に。バケツ。わ、怖え。うまっ。ナイス、うめ。あ、一人。あ、右だ。あれ
だ。うーん、おナイスナイスナイス、うめっ、いける、よし、ナイス、うまうまうま、え、わかんない、うま、マジで普通にうまかった、クソ笑った、やったぜ。じゃあその調子で、あのザンゲちゃんの面倒も見てもらうということで、ザンゲちゃんそれでいいですか、お願いします。勘弁してください、勘弁してください、はい、明日からよろしくお願いします。